And I start to clap, cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. ドリキンです。さあ今日ちょっとこれからもう出社しないといけないんで朝のちょっと通勤の慌ただしい時間だったんですけど、マビック3クラシック飛ばしてみました。とりあえず飛ばすだけにしようと思ったんですけど、あまりにもなんていうですかね、もう静音性といい安定感といい、なんか全てがやっぱりちょっと次元が、今までのドローンからもうちょっと次元が1個上がってて、めちゃくちゃ安心感があって安心して飛ばせるんですよね。これちょっとあまりにも感動したんで一言残しておきたいなと思いまして、今、急遽動画を撮りました。いやもうこのセットだけで、まあ、確かにでかくて重いんですけど、撮れる画質は楽しみですけど、めっちゃ綺麗でしょうし、何せねめっちゃ静かなんですよね。DJI ミニ3 Pro でもだいぶ静かになったなとか思ったんですけど、これほんと羽静かで、20メートルぐらいの高さでももうほとんど気にならないぐらいなんですよね。それがめちゃくちゃ安心感にもつながってる気もしますし、電波の安定性とかいろいろなもの含めてめっちゃ安心感があるんで素晴らしいです。そしてコントローラーもこの明るい中でもしっかり見えますし、あとね飛行時間がこれなんか40分超えて飛ばせるとかそんな感じなんですよね。やっぱバッテリーが結構結局バッテリーってもう半分以下になったら期間を考え始めないといけないんで、そんなにフルフル使えることがないんで、まあ、46分とかなんですけど、46分飛ばせるってことは、まあ控えめに見ても25分ぐらいはもう絶対余裕なんで、そういう意味でも全ての安心感が上がってて、でさらに画質がハッセルブラッド、これが本当に楽しみですね。これの映像がちょっと楽しみで たまらない。ズームレンズが本当に僕みたいな使い方だとあんまりメリットがなかったんで、そういう意味では今回これは、かなりいいなんかコンフィギュレーションになってる気がします。ということでとりあえず出社します。ちょっと手持ち歩き持ち、そして内蔵マイクで失礼しますが、今改めてDJI Mavic 3 クラシックのスペックとか見てたんですけど、やっぱり通常の今までの2眼だった Mavic と比べると US のドルベースだと500ドルぐらい値段違うんですね。1500ドルぐらいだから、まあ、ちょっとまた例によって円安とかあるんで日本だとだいぶ割高に感じてしまうかもしれませんが、でも従来の Mavic 3とか、まあ、マビック3シネはもうなんかそのマビック3のさらに倍以上値段高いんで、まあ、ちょっとあんまりそこはコンシューマーレベルではない気もしますが、マビック3と比較しても500ドル安くなってて、これ結構悩ましいですね。僕ぐらいの頻度で飛ばしてて、まあ多分なんかこうエントリーでドローンを試すときに DJI ミニ3っていうDJI ミニ3 Pro っていう選択肢と、まあ、DJI Mavic 3 クラシックが結構今回悩ましい選択肢に入ってくる気がするんですけど、正直まあ最初の慣れで、まあ、ミニ3は
ありなんですけど、本当にこのでかくて重いけど安定感とか、まあ、あと僕ぐらいのヒントで飛ばしてて、やっぱりめっちゃ綺麗に空撮撮りたいとか思うと、僕がだから旅行にまた次行くとして、ドローン飛ばせるときに1個持っていくなら確実にマビック3クラシック持ってきますね。安心感と、だってもう初めて飛ばしたときって、だいたいドローン飛ばすときめっちゃ心拍数上がってヒヤヒヤドキドキになるんですけど、もう今日全然手が震えなかったですもん。しかも今日ちょっと久々に飛ばして、あんまりこうなんか久々&初の機種で慣れてないっていうのもあるから、こんな朝のバタバタしたタイミングでちゃちゃっと飛ばすのとかちょっと無謀かなと思って、あんまり無理しないでおこうかなと思ったんですけど、結構普通に飛ばしちゃって、この安心感はちょっとドローン飛ばしたことある方だったら本当感動すると思うんですけど、初めてこのドローンだったら本当に幸せですね。こんなドローン楽なんだって、思えるレベルだと思います。あ、フレアが結構やっぱり一応花形フードしているとはいえ、なんかフレアですかこれ、一応出てる気がしますね。はい、引き続きこの 15mmF1.4 のレンズで、なんか 15mmF1.4 を僕はもう打ち止めにしようと、この FX30 のレンズとしては、レンズ沼としては打ち止めにしようと思ってたら、皆さんなんか 11mm1.8 がいいって、 11mm1.8 も試してくれっていうコメントがすごい多かったんで、もう昨日の夜ポチっちゃいましたよ。もう絶対買う気なかったんですけど、もうねしょうがない、そこまで言われて、試さなかったら、プロ散財家の長スタルってことで、誰も言ってないんですけど、一応、11mm もゲットしたんで、また最強の Vlog レンズ探し、もうちょっとだけ続けないといけない予感ですということで、帰りもちょっと撮れたら撮りたいんですけど、今日ちょっとですね、もしかしたらあんまり余裕ないかもしれないんです。やばいやばいやばい、あれどこで落としたんだろう。どっかで今行く道を戻ってるんですけど、あれだいぶないぞ。かなり早歩きでガチャガチャ歩いております。ほとんど振り出しに戻ってるんですけど、あれ本気でないぞ。あれだ、多分あれです。あった、あれだ、うわ、あった、危なー、すげえ危ない、よかった。これちょっとこのまたドアっていうんですかね、これすごいガチの山登りが趣味の同僚がいて、彼に教えてもらった、これカメラバッグで、ここに FX3 とか FX30 とかぞぼっとこうやって入る、めっちゃいいよって言って教えてもらったやつ、これちょっとしばらく使って気に入ったら近日ちゃんとレビューしようと思ったんですけど、今これをですね、このバックパックのここに引っ掛けて、持ち運ぼうと思ってたら、あ、これ気をつけないとダメですね。ここのカラビナっていうんですかね、ここがカメラを外した時に一緒に落ちてました。多分ここの引っ掛けが甘かったですね。危な。まあ何も入ってないんで、これカメラ以外何も入ってないんで、良かったっちゃ良かったですけど、いやー、初の いきなり初日で、使い始めた初日でなくしてしまうところでした。無事回収、めっちゃ焦りました。いや、ドキドキした。
hearts start to clap. And I start to clap.はい、ということですね、今日はちょっとこの、マビック、昨日開封したマビック3、クラシック、これをですね、飛ばした、まあ、もうあのなんかカタログスペック紹介するよりも、もうこの空撮の映像を見ていただいた方が絶対早いと思ったんで、今日もたっぷり空撮を、お届けしようと。この桟橋が微妙にすごい揺れて怖いんですけど、ということで、久々空撮、もう過去の散財小説ないぐらい空撮たっぷりの、もうほぼ空撮、映像になるんじゃない、しようかと今、編集する前には考えてるんですけど、このマビック3シネマ、あ、シネマじゃない、マビック3クラシックの、映像をお届けしました。そしてあの、まだもう本当に、初見中の初見、今日初めて飛ばしたので、まだいろいろ分かってないこともあって、なんか一応あの、今回はもうほぼ手動、全部手動ですね。こう、回り込んでるような、こう、ゆっくり回り込むような映像とか、自分にフォローして作るところとかも全部自分で操作しながらやったんですけど、なんかどうも、このクラシックからは、あの、一定のオートクルーズみたいな、車のあの、時速一定にしてずっと走ってくれるみたいな感じで、一度操作したら、その方向もずっと押さえてくれる、モードがあったり、なんかオートクルーズ的なモードがあったりとか、あと前半の、行きの時は 4K の60フレームで撮ったんですけど、あ、これ 5.1K いけるんだってことが分かって、帰りは 5.1K だ、 5.1K だと思うんですけど、 5.4K の、30フレームで撮影しました。暗証の厳しい状況をより、解像度上げて撮るっていうのは結構厳しいものもあったんですけど、でも相当明るい、やっぱり F2.8 のレンズも明るいですし、このハッセルブラッドどうですかね、マイクロフォーサーズのセンサーなので、かなり夜景も明るく撮れてたんじゃないかなと思います。ギリギリ飛ばせるぐらいの明るさは、維持してる状態だったんですけど、まあかなり、すごい映像撮れたんじゃないかなと。このモニターで見てる限りはもうゾクゾクするような映像撮れてたんで、早く編集してみるのが楽しみです。ちょっと後半途中一回なぜかなんかタッチパネル触っちゃったみたいで、マニュアルフォーカスになってた部分があったみたいなんで、そこがどのくらいピンボケしてないかなだけがちょっと気になってはいるんですけど、まあちょっとまだまだ修行足りないんで、今後も練習しつつ、定期的にこの空撮、撮っていきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで今日はこんな感じで、マビックの映像をたっぷり楽しんでいただけたら幸いです。そしてこの片付けも本当にだいぶ楽になりましたね。やっぱり高速具が、うわ、怖え、高速具が本当に偉大で、これがあるだけでここにささっと、やっぱりね、なんだかんだ言ってケースとかかさばっちゃうんで、これでもう最低限チャチッ、なんか改善されてる気がするんだよな。前のやつも相当よくできてたんですけど、その前の以上にもささっとこう装着できるようになったんで、こんな感じで、で羽も絶対動かないんで、これまあなんか FX30 といい、マビック3クラシックといい、ちょっとこの、究極画質 Vlog する装備はもうなんか整っちゃいましたね。これもう次旅行行く時の装備、装備一個一個はそれなりのガチ装備ですけど、トータルで見ると相当最適化されたような気がするんで、旅行行きたいっすね。これ早く旅行に行きたいです。よし、今度こそ帰りは忘れ物ないですね。いや、 FX30 にこの 15mmF1.4 の超明るいレンズ、全然 APS-C だと
夜景が心配とか暗所が心配なんてもう完全にキウですね。キウ全く心配する必要がなくて、まあ、もちろんフルサイズの方がいいんでしょうけど、実情問題これでまあ ISO2000 なんでもうほとんど日が落ちてきてる状態なんで、まあこれ以上このぐらいの暗所を取れてて全く問題ないと思いますので、これはね FX30 素晴らしい素晴らしい。大事なことは二度言います。And I start to clap